はい、こんにちは、ライムです。今回はリバースで戦おうエクストラミッション、はい、ということでエクストラミッションやっていこうと思います。で、今回ね、今までと、コンセプトが違うタイプの、クエストで、アップライトが通じにくい特殊なバトルという風になってて、実際ちょっとアップライトでも試したんだけど、多分ダメージ半減ぐらいになってる感じがあったので、相当ダメージ入りにくいです。なんで基本アップライトじゃ厳しいのかなと。で、このエクストラミッションに関してはワンターンキルっていう条件なので、いつもだったら3ターンキルとかなんですけど、ワンターンキルなのでかなり難易度高い。一番最後のところはね、めちゃくちゃ難易度高いので、まあギルド10のね、サブスロ専用メダルもらえたりもするんですけど、多分手持ちによってはアップライトを重視で、ガチャとか回してきた方の場合だとかなり厳しいんじゃないかなと、まあ、マンスリーマセキクエストに関してもそうですけど、うん、なんで結構クリアできない方多いんじゃないかな、最後まで。とりあえずこちらの攻略動画やりますが、まあ本当にね、この10か、一番最後のところ、ここがまあとにかく難易度高いんで、必然的にまあデッキのね、編成難易度極力下げても、それでも編成難易度高いので、うん、限界です。僕もね、相当悩んだんだけど、まあ一応2つ紹介するんだけど、あんまり参考になるかどうかわかんないけど、一応2つダークバイターで2つ作ってみた。まずこれね、ナミネ持ってないぜっていう人、ナミネ持ってないけどセフィロス持ってるって人ですね。ナミネ持ってないけどセフィロスある。で、なんかね、すごい変な編成になってるんですよこれリバースメダルなんで、まあハートレスだったりアンバースだったりノーバディだったりもうあらゆる手を尽くした感がね、見て取れるデッキだと思うんですけど、まあ苦肉の策というか、ちょっとね、あ、ごめん、あれから行くか、ごめん、敵の解説してなかったわ、いつも敵からの解説から行くけど、はい、ちょっと待って、一旦戻るね。ゴールドハンマーボディと、あと取り巻きで、なんだっけあれ、グリーンオペラだったかな、飛んでるやつね、あいつがいて、で、右のね、まあ、飛んでるやつが、カウント2なんだよね。カウント 2で、で、ゴールドハンマーボディについてもカウント、青カウントで8かな、かなり短いんだよね、カウントが少ないので、ちょっとカウントを気をつける必要があって、で、カウントプラスさせるとしたら、まあ、例えばバニタスとか、あれ、スーパーバーストでプラス10できるんで、バニタス入れるとかってこともできたんだけど、バニタスって攻撃プラスバフとかついてないので、あのメダル全然全くない、昔のまあ古いメダルなのでないんですよ。で、まあナミネも使えないしというところで、じゃあどうしようかと考えた時に、むしろカウントを気にしなければいいんじゃないと思って、逆にカウントを気にせず殴れる編成ならいいんじゃないと思ってできたのがこれ、今このデッキなんですけど、そうカウンター受けるんだったら、じゃあ逆に耐えられればいいじゃんと、もうカウントプラスするんじゃなくて耐えられるような編成にするっていうところに行き着いた結果がこれですな。はい、まあ、ちょっと麻痺の運ゲーはあるんだけど、はい、でこれね、この間のエネミー、もう今普通のガチャに入ってんのかな、こいつらフラット入ってるね、そういえば入ってると思う。でこいつがね、まあ普通の限定でもない普通のメダルにしては、ギルト9のメダルにしては結構普通に強いんですよ。攻撃プラスバフ2000ついてて、でこいつ防御バフ7段階ずつついてるというところで、まあ追撃持ちです。これでね、追撃あることによって、14段階まで上げたり下げたりができるので結構優秀で、2枚目がトリックゴースト。これ収穫メダルかな、一旦のリバースメダル攻撃750で、こいつ攻撃かな、全属性攻撃デバフがついてるね、5段階。
こいつを、通撃で、あと、まあ、こいつ、まあ、覚醒、無覚醒でもいいんだけど、どうせコピーするんで、ルクソード組んでコピーするんで、まあ、なんでもいいんだけど、そう。で、ルクソードについても、追撃さえついてれば、前コピーであれば何でも OK、みたいな感じですね。っていう感じで、防御バフ、14段階ぐらいも投げて、攻撃でバフ15段階下げるという形でやると、まあ、耐えられるんですよね、カウントが。カウントの攻撃も。2体の攻撃も全然耐えれるんで、もうカウントを気にしなくていいと。あとは、まあ、後ろの4枠。この4枠のメダルで倒していく。まあ、そんな感じですね。4枠目がアンジェリック・アンバー、理想覚醒。で、5枠目がセフィロス、理想覚醒。ダスク、理想覚醒という風になってます。はい。で、サブスロね、これ全然下げれんかった。もう、ここで限界。ここで限界。5.9。めちゃくちゃ高くなっちゃってんだけど。めちゃくちゃ高いんだけど、これ限界だったね。うん。ほんと難易度高いわ。波音なしというか、高いんだねって思った。まあ、あと、テラゼアノートとか、まあ、その他ね、ミドルのリバース強い方だったら、それでももちろんいけるとは思うんだけど、とりあえずね、ダークバイターの僕の手持ちの編成だとこんな感じが一つ目だね。とりあえずやってみよう。とにかく。で、パートナーメダルもセフィロス。絶望するがいい。はい、理想覚醒。これでいきます。絶望叩き込んでやろう。絶望オーナー。あ、ごめん。ゴールドハンマーボディか、青カウント15あったわ。ただ、あ、しかも色も違うしね、こいつ。緑色じゃねえしっていう。適当。で、一回、まあ一回っていうか、最初にこの、ルクソードとか、ルクソードとかダスクの、スーパーバーストにカウントプラス3ついてんだよね。地味に。これを最初に使っておく。地味に優秀。すごいよね。そうそうそう。時には邪魔になる時もあったりするんだけど。ここのクエストについては、まあ便利だね、逆に。逆にっていうか、本来は便利であるはずなんだけど。はい、これで連続性攻撃で15段階まで持っていけたと。でかつ攻撃プラスバフも折れてる。でここでセフィロスの、スーパーバスト打ちたいところなんだけど、これねゴールドハンマーボディが最初から防御バフ15段階貼ってるので、セフィロス自身の防御デバフで下げないとスーパーバストの威力が0なのでもったいない。1か0というか1しか出ないのでもったいないので、先に防御デバフしてからセフィロスとか使ってきます。こうすることによってね、スーパーバストかなり威力出るんで、弱点特効ついてるからね、プラプラメダルはね、 SB プラプラメダルについては弱点特効がついてるおかげでめちゃくちゃダメージ出るので、これを生かさない手はないと。絶望するがいい。で、あとねコンビアタック運もあると思う。この5枠目のセフィロスとかでコンビアタックが出れば全然回復違うから、耐えたね一発。うん、2700くらい。絶望するがいい。あ、で、コンビアタック前の方で出ちゃったかな。コンビアタックほんとどこで出るかにも全然火力変わってくるんですよ。これ僕が動画撮る前だったらもうとっくにこの右のやつ死んでたので、これいけるか怪しいな。コンビアタックはあるぞこれ。あ、右のやつは死んだ。あとスーパーバーストとパートナーメダルの最後の一撃で死んでくれるかどうかってやつね。絶望するがいい。あー、ちょい残りおじさん、ちょい残りおじさん。これコンビアタックだわ。もうあと10万だもん。10万だよ。はい、まあ、こんな感じですよ。あともうコンビアタックが後ろのメダルのどこかで発動すれば今の勝てたっていう感じなんで、あと試行回数だね、重なれば勝てると思います。はい、これ一つ目のデッキ。まあこれうまくできた方だと思うよ。これ限界だよ。だってこれもう見てもらった通りですよ。残り10万なんで、もう本当にコンビアタックどこで出るかのレベル、もうこれ以上下げらんないっていうレベルですね。これが難易度ほんと高い。で二つ目いくよ。はい、まあこっちはあれだね、もうナミネモセフィロスもあるぜっていう人向けだよね。向け、うん、もう特に何も考える必要ないというか、ナミネがもうカウントプラス2なんですよ。
スーパーバーストでプラス5できるんで、このコピーメダルで挟むことによって、シオン HD とか、まあ、ここは別にシオン HD である必要ないです。リアとか、アンジェリック・アンバーとか、まあ、後ろコピー、まあ、ダスクでもいいし、それのあれば何でも OK。で、ここの前コピーのカミング、これも追撃ついてますが、前コピーであれば何でも OK だね。はい。まあ、ダスクとかでも、あの、昔のダスクでもいい。で、ナミネさん、ここ、無覚醒でもいいと思う。無覚醒、追撃さえついてれば何でもいいか。どっちにしろあんまダメージに期待しないというか、全然ダメージ足りちゃうので。はい。で、サブスローはもっと下げても多分いけるんじゃねえかな。5ぐらいでいけんじゃない？もう。多分。5、うん、5でやってみよう。で、あと後ろのメダルに関してはさっきと一緒。理想覚醒のメダルを、まあ、積んでるというだけ。はい。これはまあ、さすがにナミネセフィロス入ってると楽だね。やっぱ全メダルプラス2000はでかいぜ。スーパーバーストでプラス5000だからね。まあ、やっぱさっきともう桁違いですよ。破格性能ですよ。コピーするだけでもうこれ4000、4000漏れちゃうし、えげつなさですよ。えげつなさがえげつなさ。そう、こっちはもうね、カウントゴリゴリに持っちゃって、もう、カウンターを受ける前に倒すっていう感じの編成ですよね、こっちの場合だと。絶望するがいい。もうさっきと全然もう出るダメージが全然違うもんね。絶望するがいい。このさすがにこの5枠目じゃ、まあ、コンビアタックの、あ、いけた。5枠目でもう右が死んだわ。これで終わんじゃない？ルクソードのとこで終わんじゃない？スプリット枠。絶望するがいい。終わったよ。でまだスーパーバーストアンジェリックアンバー残してるし、パートナーメダルもある。まだサブスロ下げれるね、これ。 4.5 ぐらいまで下げれるかもしれない。やっぱすごいね。さっきのなんか何ハートレス、アンバース、ノーバディの寄せ集めみたいなねやつと、このナミネさんの聖なる力を比べちゃったらもう全然違うね。ナミネって改めて強いなって思った。はい、まあ、そんな感じですかね。とりあえずまあ、取りすぎこの2本というか2つのデッキ紹介しましたが、あとね、僕の手持ち的に青のリバースとスピードのリバースもちょっときついね。特に青のリバースに関しては、まあ、あのこの間のなんだっけ、また名前忘れちゃった、あのなんとかトロール、ダークトロール、エビルトロール、ハンマートロール、名前全然出てこないんだけど、そう、あいつ持ってる方だったら、あーまあワンチャンって感じはあるけど、まあ基本軽減されるんでスピード属性、敵がスピード属性だから行くとしたら、まあテラゼアノート持ってる人はスピード属性のミッシング行くとかね。でセフィロスとか持ってる方はダークバイターかなって感じ、多分。だからその3体のうち、まあどれか持ってないと相当きついんじゃないかなっていう感じがある。はい。まああとはもう持ってない方はドローポイントとかで今月中になんか当てたりとかするしかないんだよね。まあ、そんな感じです。まあ、めちゃくちゃ難易度高いですけど、無理にクリアする必要はないので、あくまで、クリアすると、サブスロ専用メダルがもらえるというだけなので、クリアしなくても、まあ、最悪問題ないというか、はい。まあ、そんな感じですね。クリアできるところまで皆さん頑張りましょうと。そんな感じ。はい。といったところで、今回のはここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。